花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。全てのケリをつける時だ。熱々でしょ。騒ぐ。ふざけよ。千年もの雪辱を。師匠の技を喰らいね。果たす。総領。そうくる。剣女盤石。そう、すべての連鎖を払う時なり。やった。私は帰ってきた。騒ぐ。大地の憤怒は沈まらぬ。油断した。難攻不落。いざ。貴様らの墓場となる。熱々でしょ。剣女盤石。静粛に。千年の怒りをしかとその身に受けるがよい。高き者、私は下げず。触る。
っかくのチャンスだ。本気を出して俺を楽しませてくれ。投稿も一つの選択だよ。俺は敗者に優しいからね。らしくないね。少しは成長したようだ。俺相手によくここまで持つな。ほら、会議だけじゃダメだよ。僕を私はウェーブ天道万象。騒ぐな。ガンザン八九加速するよ。盤石。出発。キャン。ふっ。よいしょ。静粛に。注文。星と信用、無事今日の依頼を。
ます。サンバードバ。我々は一人で戦ったり死ぬ。討伐となるがいい。
俺の実力を見せてやろう。まだ。そうくるか。使ってるお薬ごめんなさい。カチーナが無事に帰ってきたことは本当に嬉しいんだけど。まあ喧嘩したばっかだから。お姉ちゃんはちゃんと皆さんの役に立っ、おお、すごく頼もしかったぞ。あらよかった。この前の感じからして私も分かってるのよ。出発直前に喧嘩するなんてタイミングす、お姉ちゃんってね、闘争の衝動に飲まれやすいの。それってつまりちょっと不器用よね。とにかく無事に帰ってきてくれて、そこまでして背負う。ダメダメ、絶対お姉ちゃんには言わないでね。うん、あ、それともし何か不調、言っちゃった。でも悪いのは全部さあ、最高の祝福と熱烈な拍手を部族の若き勇士カチーナへ。おお、よくやったわカチーナ。みんなありがとう。嬉しい、私もやっと活躍で。カチーナはやるやつだって分かってたぜ。若くて将来有望で、きっとこれ。何言ってよ、お前が最初にチームを抜けたんだろ。この後帰ってから。いや、あれは友達の初戦を楽して突破したかったからじゃないの。いやいや違うって。実はこの前そしたらどうしてもお礼がしたいって言われてな。だがその結果お前の後を追うようにチームメンバー。カチーナごめん、本当にすまなかった。でも驚いたわ、君が予準者の戦争に出て。あなたたちの方、私たちのチームの隊長は試合の前夜に酔いつぶれて当日遅刻したの。同情する。あのバカロおじさん、ちょっといいかな顔して再びここに帰ってこれたのは、旅人さんとその仲間のパイモンちゃんは二人とも凄腕で、そんな二人が私に学びの機会をくれ、そして友達のモアラニちゃん、ジャスカお姉さん、キーニチお兄さん、イアンサお姉さんも、旅人さんとパッチさんのみんなも歓声を浴びるべき英雄。よっしゃ、このお酒で。カチーナちゃん、正直言うとこうして英雄になったわけだし、次はもうからかわないでよ。悪いな、何事にも代償がある。
目標に執着しすぎれば。だが今火翼の集いと命いろんなことを一気に経験し、体調はもう大丈夫さ。うん、平気。それにあなた、打ち上げじゃいつも歌った。お前らしくないな。そんなにテンションが低いな。それも君が冒険で培った。そうそう、みんなカチータのために祝ってるんだぜ。それもそうだね。ダメダメ、場は盛り上多くの代償を払うことになったけど、これから私たちが進む道はもっと険しいものになった。パイモン、スペシャルレッスン。遠慮。お前たちみたいな勇敢な旅人には、そ、妹ならもう帰った。部族にまだ。オイラたち、ここに来る途中であいつに会ったぞ。ああ、少ししたら家に戻って。アビスはもうお前たちがいることに気づ。よく来た。君たち二人のために。ヒヒ、オイラたちの子。その顔、まだ聞きたいことがあるようだな。違うか。彼らには彼らの人生。500年前の人々にナタが考えてみてくれ。この世の例を挙げよう。太陽がすこの責任を共に負う。加えて、どの時代にも英雄は存在する。もちろんこの時代も例が。当然それは私にも。あ、思い出した、お前の部屋にあった絵。ああ、その通りだ。だからあの時、過去の断片をつなぎ合わせることで、かろうじてあの子が建築家と芸術家。かがり木の民の復興ではあの子が多く。だがそれでも立派なこと。どうやら君たちは失うことに対して。これは戦争であり、戦争に別れはつきものだ。アビスに飲まれ、私は神の名を背負っている。そしてこの肩には数え切れないほど多くの人の期待がのしかかっているのだ。そうだな、この計画の結果も。ああ、分かっている。だがそれがどうしたという。時間がどの未来で待ち受けているものが破滅であろうと、目の前の全て。そして人間は運命を知。ここが正念場だ。いや、正確には三人か。君のアビスへの体制は実に印象。うなずいてくれるのならば。コメって作れ。ああ、厳しい条件はあるがな。それに作れなければ受け継がれるコメは減る。コメを持つようになれば、ナタでの冒険が全て記録され、未来のナタ人も。現在反魂の歌は効力を持たないが、これが君たちに対する。どんな代価を払おうと必ずこの約束は守る。ヤガミ。そうだぞ、もう放っておけない。そうか、よかった。ならばこのナタ人以外に米を作るのは。隊長様、偵察より報告がありました。おケガをされているとは思いますが、今こそ神の心を奪う。勝負とはただ結果を追えばいいわけではない。そこにお前こそ。まさかあのような目くらましが本当に役立つとは。どれだけ濃い霧だろうと、太陽が存在する限り昼が夜に。君に残された時間はもう長くない。お前の価値を。ここから何かを聞いたのだろう。どうだ、
他に聞きたいことは、あの者たちに新たな動きがあったという情報はまだない。ただキーニチの調査により、あるその者が誰かは徐々に絞られつつある。だが自ら進む冒険の中で、その者に関するどうだ、他に聞きたいことは、アビスはテイワットにおいて最も厄介な脅威だ。はじめは皆、君が他の国で目にしたであろう様々な対処法は、いずれも受け継がれた経験、元素力を用いてアビスに対抗することも、まさにそうだ。なぜ元素力がそれを可能にするのか。どうだ？他に聞きたいことはあるだろうか。その件については、アビスから受ける長期的な影響が原因となっている。ナタ人と大霊は、互いに寄り添わなければ生きることができないのだ。しかし、いくら大霊であっても、その力には限界がある。そのため、ナタを離れた者に同等の加護を与えるのは難しいのだよ。記憶と感情に影響を及ぼしかねないからな。皆、この点を理解しているため、ナタを離れようとしない。もし離れざるを得ない事情がある場合、まずは族長を通じて、大霊の認可を得るようにしている。ただし、アビスに対抗する貴重な力を消耗するため、このような要求に対して大霊の判断は常に厳しいものだ。だが安心してほしい。遠方より訪れた客人にも大霊は等しく加護を与えてくれるからな。どうだ、他に聞きたいことはあるだろうか。
ぽよん、ぽよよん、ふわっ、とっとっと。かっこいいだろう。ねえ、こっそり教えて。最近運が悪かったりしない？それは、確かにちょっとな。前回は買ったばかりの黒いプクフグフロートをコホラ竜に噛まれて破れちまって、危うく溺れるところだった。だからこうして新しいのを買いに来たんだ。ほらね、私名園の主の専門家に聞いちゃったんだ。黒いプクフグフロートは悪運を持ってくるんだって。そうなのか？他にも蚊にしつこく追われたり体がほてったりすることはなかった？あとあと熱中症になったりとか。ああ、あったあった。なるほど、確かにな。だからピンク色と青色をおすすめしてるんだ。専門家曰く明るい色は気分を良くしてくれるだけじゃなく幸運をもたらすんだって。どう？買ってくなら割り引いてあげるよ。幸運の前祝いってことで。本当か？じゃあその2色を1つずつくれ。毎度あり。はあ、あれ、旅人とパイモーじゃん。青いプクフグフロートを持ってたおかげでコホラ竜の群れに助けてもらえたの。マジかよ。そういえばどうしてお店に来たの？もしかしてマリングッズを買いに？水臭いな。欲しいものがあればそのまま持ってっちゃって。お客さんにはこっちからプレゼントを用意するのが筋なんだしさ。いやいや、実はお前にガイドをやってもらうために来たんだ。なら私のとこに来て正解だ。どこに行きたいの？伝説の神秘の島に行きたいんだ。神秘の島か。何か困ったことでもあるのか？神秘の島に行く難しさについてはもう分かってる感じ？うん、族長から聞いたぞ。こいつの今までの経験とムアラニのガイドがあればきっと問題ないだろ。
その前にちょっとだけ説明させて。私のガイドとしての知識は全部ヌーって人から教わったものなの。おじさんは龍泉の州の一流ガイド。でも彼でさえその島にはたどり着けなかった。できるガイドがチームにいるなら旅は順調で楽しいものであるべきだと思う。でも目的地があの島だって言うなら、そんな旅にできるか自信がないんだよね。ま、君とパイモンからの誘いだし絶対断りはしないけど、ただ正式に君たちの誘いを受ける前に説明しとかなきゃって思ったの。ガイドとしての義務みたいなもんだね。モアラになら楽勝だと思ってたけど、なんかもしかして面倒ごとを持ち込んじゃったか。お宝のためだけに友達に迷惑をかけるくらいなら諦めた方がマシかもな。モアラに、そんなに急いでどこに行くんだ。突っ立ってないでついてきてよ。さっきコーラが帰ってきたんだ。またお宝だらけの地下遺跡を見つけたんだって。コーラがか。ちょっと待ってくれ、一緒に行け。コーラって誰だ。龍泉の州の現トップガイドだよ。初代族長以外で神秘の島に行くことのできた唯一のガイドでもあるんだ。そうなのか。いつも外にいるからなかなか会えないんだよ。きっとにぎわってるから見に行こう。お知らせのボードを置くからちょっと待っててね。よし、ついてきて。依頼の礎石は深さ500メートル以上の岩窟にしか存在しないんだ。ほら、検品してくれ。一緒に連れて行くように頼まれた奴らについては全員岩窟の中で迷子になった。ガイドとして全員を連れ戻したがな。次があるなら俺一人に行かせた方が早いし手間が省ける。実にご苦労だった。さすがはトップガイドだな。あんな洞窟たとえ200メートルでも怖くて逃げたくなっちゃうぜ。今回はいくら稼いだのかしら。確かにすごそうなガイドだな。モアラに、あいつからいろいろ教えてもらうのはどうだ。そうすれば島に行く苦労も減るだろ。ガイドとしての経験はコーラウにとって機密だから他人に教えたりしないよ。そっか。いつかきっと私も神秘の島を見つけてみせるんだから。あの方でしょうね。本当に依頼を受けてくれるのでしょうか。僕に任せろ。やあ、君は龍泉の州屈指のガイドだと聞いた。依頼があるんだが受けてくれるかな。あのおじさん、なんか見覚えがあるような。あ、コホラ竜に噛まれてたスメール学者たちじゃないか。あいつらも確か神秘の島に行こうとしてたんだよな。やっとガイドを雇う気になったのか。依頼か。俺の能力を知ってるようだが、ついでに値段も周りに聞いてみた方がいい。それを聞いても引き下がらないのならまた来るといい。全部知ってる。今回の件が成功すれば報酬など問題にはならない。ほう、目的地は神秘の島だ。やはりな。
誤解しないでくれ。僕は観光客なんかじゃない。僕が行きたいのは本物の神秘の島なんだ。聞いたか？やっぱりあいつ。そういうことなら確かにコーラウに依頼。本物の神秘の島を目指しているのなら出発条件も無論知って。ああ、伝説では命を託。僕はどうしてもあそこに行かなければならないんだ。うぬぼれはほどほどにしろ。俺からすればあれは。何を？命を互いに託し合う。笑わせてくれる。ほとんどの場合他に。逆にどうして俺が。部族のガイドたちは今までに俺が神秘の島にたどり着けたのはなぜだと思う？僕は普通の観光客とは。俺にとっちゃ大して変わらない。お前ならせいぜい半分で諦め。どうせ好奇心に駆られた。あそこにいるヌーの弟子とか。あいつなんだあの態度。他にも依頼があるんで。さ、ちょっと待ってコーラ。どうした？お前の師匠に。それはともかく、神秘の島に対する考え方には賛成。知ってるさ、お前はヌーと同じだからな。俺が持ち帰った貴重な鉱石が。ごめんね、面白いだろうと思って連れてきただけなのに、また喧嘩になっちゃった。あのコーラウってやつ、お前に対して感じ悪かったな。ていうかもしかしてお前の先生が嫌いなのか？うん、トップガイドも私の先生を気にしてるってこと。すごいでしょ。あはは、落ち込んでると思ったぜ。まさか。前にもヌーおじさんとコーラウはあんな風に争ってたの。似たような会話を何度も聞いてきたんだよ。やっぱり本当に神秘の島にたどり着かないことには説得できそうに。うん、ただ私はずっとそれを真面目で重要なことだと思ってき。私真顔でどれだけ難しいかについて。それはそうだぞ。やっぱりやめにしようかとも思ってたしな。絶対にやめないで。実はこれもヌーおじさんが教えてくれたこと。こほん、なすべき努力に対する共通認識ができて初めて。私ずっと思ってるんだ、コーラウなんかよりも私の先生が劣ってるもんかってね。だから弟子として代わりに神秘の島にたどり着いて先生の実力を証。こうしてチャンスが来たんだろ。この旅人と仲間のオイラ。バイバイ、ハグしよう。うぎょ、恥ずかしいからやめろよ。あ、あの変なやつだ。変なやつだと？僕はヴィランドラだ。また会えるなんて思いませんでした旅人。お姉さん、また。そのガイドさん、ご紹介いただいたので私たちもつい。ムアラニだよ。一緒に行くって件については君たちも事前に調べ上げてるでしょ。それは認めるよ。ナタに来てから専門外のことにばっかり遭遇してる。同行者として僕たちは君たちと。と言い換えればガイドとしての責任を負わ。一緒に行動する以上チーム。こういう条件もダメか。カーリア、帰りのモラは君のバッグにある。君は先に帰ってくれ。ガイドもなく先に進む。先輩、一人でも行こうとするなんて。ストップ、ガイドの前でそんなこと決断しないで。観光客を一人で危険な旅に行かせたりしたらご迷惑をかけてしまい。そんなこと言わないで。見知らぬ二人をチームに入れるのは不適切だけど。それじゃ明日の朝部族の南東の作。僕の依頼を受けてくれる気になったのか。うんうん、私の方法は旅の過程で君。そんなやり方もあり。本当に良かったです、ヴィランドラ先輩の分。なんかさすがムアラニって感じの。早速準備を始めるよ。
ドリフト。じゃじゃん。イエラッチ、儲け話だよ。私の名前はエラファスですって、もう言い返す気力も捨ててきました。わかってるって。でもイエラッチの方が可愛いじゃん。ここではあなたがお客さんですから。野営用のテントを買いたいの、フルセットで。依頼を受けたんですね。いくらぐらいする？モラのことは心配しないで。え、でもコホン、旅人パイモン、もう一回聞くけど。お、いや、オイラたち、そういうこと。私、野営の準備に関しては結構こだわる方なの。イエラチン、いくら？全部で20万もら。やっぱり高いじゃないか。想像して、旅の疲れで今にも眠り、一週間のお小遣い。そんなことより他のお店でも買うものがあるからついてきて。出発。サーフボード貸そうか。いつまでおじさんと呼ぶんじゃ。お前さんにはじいさんと呼ぶ。だって安心おじさんはまだまだ若いもんね。ちょっと珍しいものを探してほしいの。ああ、言ってごらん。野営の時にも持ち運びやすいレコードプレイヤーが欲しいの。めったに手に入らん代物じゃぞ。安心おじさんご忘れないぞ。お前さんがつおじさん、レコードプレイヤーってご明察さ。ヤッホー、ポカポカ。いやムアラニさん、アルバムを出すときは絶対に君にと。あのレ名演の主の友達にもアルバム発行の依頼は。おお、それならサイケデリック風のアルバム。よし、レコードも無事確保。なんでそんなのがいるんだ。名演の主の友達に聞いたんだけど、この曲には不思議な力があって、夜に聞くと旅人の安全を守ってくれるんだってさ。本当か。値段さえ高くなければ旅の気分転換にはもってこいだけどな。ムアラニさんなら相場もわかるでしょう。これは2万モラが限界ですからね。オッケー、交渉成立。お、ムアラニって本当に大金持ちみたいだぞ。これで買い物は一通り終わったかな。どうしたんだよムアラニ。次は先生の。ここの初代族長は神秘の島、地図には謎の記号が書かれてて、ガイドは自分の経験に基づいて具体的なルートを読み解かないといけないの。初代族長が地図を復写して当時の部族メンバーに配って以来、地図は代々受け継がれてきたんだ。多くの場合は師から弟子へと託される形でね。ってことで今日はヌーおじさんから正式にその地図を受け継ぐ日なの。なるほどな。なんだかオイラまで緊張してきたぞ。だってそれってすごく重要な節目だろ。そうだよ。でも旅人とパイモンと一緒だって思うといくらか気が楽かな。私たちなら絶対にヌーおじさんをがっかりさせたりしないよね。そりゃそうだよし、じゃあムアラニの先生のところに向かおうぜ。
んがびっくりする話をしに来たよ。びっくり？ついに地図を受け取りに来たんだな。また当てられちゃった。この間そちらの二人の友人のことを話してくれただろう。共に八神の国に行ってきたと。そういう仲間なら確かに命を託し合える仲と言えるだろう。ただちょっと複雑な心境で。なんでだ？ヌーおじさん、私にはまだ早いって思ってる。いや、若い世代のガイドの中でお前は一番優秀だ。むしろ準備ができていないのは私の方さ。神秘の島に行くことはここのどんなガイドにとってもそう簡単に成し遂げられることじゃない。だからどうしても心配でね。心配するな、オイラと旅人。そうだよ、誤解しないでくれ。我々ガイドの使命ならこの地図を受け取ってくれ。それからこれも。これは？お守りだ。なくさないようにしっかり持ち歩くんだぞ。スピネルの実でできてるの？でも普通のスピネルの実じゃ。ああ、だからよく聞。やっぱりおじさんは私旅人とパイモン。明日は出発だから。うん。出発するんだ。旅が始まる前からもう待ちきれ。早くやるべきことに着手したいだけだ。春の遠足とは違うってことは。心配しないで、私だってプロ。あ、まずはこの彫像なんだけど。おう。流線の州の初代族長が神秘の島から帰ってきた時に建て、出発の前に彫像に触れてご先祖様にお祈りを捧げる。その説に理論的根拠。理論的根拠？そんなのはないけど。いいだろう。だが。さあさあ、みんなで唱えましょう。敬愛する先人よ、あなたがかつて成し遂げた偉業、その旅路を今私たちは。なんか偉大な冒険でしょ。一つ目の手がかりってどこにあるの？それはね、パーティー会場よ。やはり一つ部族以外の人でも地図の写本からたどり着くのは大体同じ結論。初代族長は手がかりの部分に適当に1匹や2匹のコホラ竜を。さすがプロだな。だが僕が調べた限りコホラ竜、流線の州のガイドしか知らない秘密を教えてあげる。
そうだな。ナタを頻繁に旅するガイド。そんなことがあるのか。地図を解読してみたけど、あっちに行くには。そうだね。できるだけあの子たちに気づかれない。竜の群れに。だが僕は誰かが残って荷物を見ないといけないしね。そうなのか。でも君、しっかりついてきて。あんまり離れないようにね。うわあ、やっぱり気づかれちゃった。一旦撤退してもう一度試しましょう。コホラ竜って警戒心が強いんだな。地図の情報から手がかりは無…コホラ竜をこっちから傷つけちゃいけないって。大地、パーティーに乱入する…それはどう…では他の方法…コホラ…オイラも考えて…地図を見る限り…そっか…カーレさん、ヴィランドラさんのフォローに入…私です…すると、ある役に立つかどう…なるほど、カーレでいいですよ。じゃあ、引き続き…あった。何が…コホラ竜のパーティーに何鼻が利くのなら、いくら頑張ってもこれがあれば問題。これから絞った液体体に塗るのか。大丈夫だって。うにゅ。よし、完璧だね。あの子たちの視界に入らないようにね。何の音？気をつけて。子供のコホラ竜か。安心して、この子に敵意はないから。思ったよりたくさんいる。これじゃあ難しいな。あ、いいアイディアがあるよ。ちょっと待ってて。驚かせないように慎重にね。しっかりついてきて。あんまり離れないようにね。多分見ろ、コホラ竜たちがあっちの…そう、パーティーに飽きちゃったから。流線のそれ、まあよく考えたらデタラメに決まってるよな。あれは何だ。確か色の変わる種類の苔があって。なるほど。写真を撮るか。光でコホラ竜がびっくりしちゃうかもしれない。これで第一関門は。なるほど。もしさ、カーリャさん、つい研究に…とにかくこれで当た…わかった。その方が…ムアラニってチームをまとめる…さてと、この手がかりから次に…ずいぶん抽象的だな。で、一見よくわからない線だけど…オッケー。
そんなので直感ってとこもあるけど、さあ休憩。俺の実力を見せてやる。ここで間違っ、次はどっちに進めばいい。私にもまだわからないけど、地図を見る限り水域を横、うん、なるほど。僕の変なやつがまた変なこと思いついたことがあるならぜひ。地図に描かれた装置を表す。なるほど、確かにその感、僕の理論じゃそれは人間が設置した、むしろ君たち一族が、あ、思い出した。ああ、僕も言い伝えを耳にし神秘の島にたどり着く。つまり水路と陸地、おそらくこのエリアには。なるほど、変なやつの褒めすぎだ。僕の、じゃあみんなで竜のスピリットの黒門を探しましょう。あまりに雑な呼び方で論文にそのまま書くのははばかられる。じゃあみんなで、僕の推測が正しければ。おお、光出したぞ。近づくと活性化するみたいだね。確か、でも地図を見た限り瞑想の、操作方法からだね。うーん、じーて、それってほら、普通のスピリットの黒門は起動さえすればあとは、あ、それと地図のヒントを見る限り下手したらスピリット、うわ、危なす。理論上3つの粘素濃度をそれぞれ操作するもの。君も操作でき、実際に操作したことはないが知る。理論上こんなはずはない。私にも先輩にも無理みたいです。これまでの経験から、よし、じゃあ旅人は切り替えてほしいタイミングでサインを送るから。ちょっと待てよ、最初話、心配しないで。スピリットウェイの下は水だから。あんな高いところをめちゃくちゃ速いスピードで進むんだ。パイモン、出発。神秘の島には命を託し合える仲間と一緒に向かわないといけない。そうだな、気をつけろ。
別のスピリットラインに切り替えて。次の念想濃度をお願い。了解。ムアラニの声が聞こえたぞ。早くあいつが言ってた念想濃度を探そう。ムアラニ、最後の念想濃度もバッチリだ。慎重にな。粘素濃度はエネルギーをチャージする必要があるようだな。となると確実にチャンスをものにしないとね。あれは空が曇ってきたな。お、そうだね。高いところに行きましょう。島に行くためにはあの担当直入に言わせてもらうが、その渦に入る危険性についうん分かってる。でもあの渦の中にもし君が間違っ先輩理不尽を言うつもりはない。おそらくスピリットウェイが周囲の水域に影響。このスピードで行けばほどなくして皆そだから浅瀬の方へ向かうべきだ。渦こい今のところ反論の根拠は思いつかなら君との協力関係は打ち切りだ。お互い信頼し合う。これは僕の専門的知見に基づいて得た結論だ。それをダメだ。お客様が途中で離脱するなんてガイドとして演技が悪。なら僕の最初の提案通りにしよう、はあ、一度チームを組んだか。こうしよう。君とカーレさんはここで待ってて、私たち君が何事においても。それは旅人パイモン。フォークをたたえ。サーフボード貸そうか。でかい渦の手前まで来た。私が無茶を言ってる。気にしないで。無理もないよ。ガイドをするっていうのはそういうこと。でも進むべき方向の決定権を与えられる一方、これまで集めた情報から、もしあの二人が私の旅人とパイモンも、ここからの帰り道はムアラに。そうだぞ。ムアラに大体たかが渦ごときにパイモン。そんなことより縁起がいいとか悪いとか。あれ気のせいか。確かに。なら急がない。ムアラニさん大変です。カーレさん、ディランドラ先輩がまずは自分の判断を検証したいって言い張って止め。南側の水位が直に下がるから徒歩で渡れるはずと先輩が見込んで渡り始めたら急に水。私は泳ぐのが苦手で。渦が消えるまでになんとか。パイモン、迷う必要なんてないよ。カーレさんすぐ行く。間に合った。
面の変化から神秘の島への道が現れ、しかし僕の判断は間違って、あ、そうだ、今から渦のところに戻っても、やっぱり、ま、なぜそのチャンスを逃してまで、何その言い方、お客さんがち本当に気にしないで、カーリアさん、多分あのね、ただいつね、そのま、今日はもう遅いし、言われてみれば確かにお腹ペコペコだぞ。オイラの胃袋はいい子だからな。腕によりをかけてたーっ。ここでいいか、オイラと旅人も手伝うぜ。じゃあお願いしていい？どうだった？頑張って覚えた。キャンプにぴったりの量。おぉ、カーレさんにいろいろ手伝ってもらったから。いえいえ、皆さん。あれ、今うなり。心配しないで。レコードを買ったの覚えてる？今つけるよ。ね、聞いたでしょ、この曲そんな効果があったの。風習には先人が残してくれた貴重な経験がたくさん。かなるほど、この神秘の島の旅もある意味おいで、私も実は最初にナタの地図をか、なんかすふん、どんな彼のガイドとしての名誉は。でも不思議なことに、それは一体あれ、ちょっとな、ねえ、休む前にキャンプファイヤーで盛り上がろう。明日あの渦に飛び込むの。もう釣れないんだから。そうだぞ。わかった。規定？キャンプファイヤーをやるのに規定なんてないでしょ。面白そうだ。じゃあ1問目。なるほど、みんなで考えれば初代オイラが最初に答える。そう、一番大事なのはやっぱり、うんうん、私もそう思う。次、ずいぶん長く考え込んでるね。わかった。旅人はガイドの私よりも旅の経験が豊富。それじゃ、まずはお預けってこと。次は、カーレさん。私ですか？旅と言っても。いいの、いいの。だって。わかりました。私は、目的地にたどり着くまでは、旅のこと。おいらも。本当ですか？笑わないでくださいね。さてと、じゃあどうしてもという僕の人生の目標や理想は全て結果、正しい結果へと導くこと。そうなの？何も難しいことはない。君たち神秘の島で十分。それはここに来る前、ある研究成果を盗む。やつは僕の研究成果に署名。分かったか、お嬢さん。結果、それは同情などいらない。神秘の島にたどり着き、正しい結果さえ。昼間の出来事を経て僕の判断が、今度こそ神秘の島にたどり着かないと。これって謝ってるのか？流星の州のガイドたちはこんな風に言うの。もし旅の目的だって、すべてお客さんを連れて道を急ぐばかりじゃ。それこそが君が僕に賛同できないように。別にいいんだよ、旅のもう一つの大きな。それはまた。はいはい、この話は終わり。うい、ぐっすり眠れたな。ムハラに対
もう出発したみたいだ。早く追いかけようぜ。モアラニー、ちょうど君たちを呼びに。あ、渦をもう一度。運が良かったよ。粘素濃度は太陽が昇ったら粘素濃度を操作するコツをつかもうと朝からずっと練習。お、ちゃんと謝ったら背中を預けられる仲間。僕たちをからかってる場合か、渦の。そうだったぜ。昨日いろいろと話したけど。もちろん。よし、それサーフボード貸そうか。水の底にこん…やっぱりモアラニはた…この洞窟がどこに通じてるのか…はいはい、地図が示した通りだと下へ進めってことかな。よし、みんな落ち着いて、私と一緒に飛び降りて。あれってここは。なるほど、マグマの流れを変えれば一時的に空洞ができて水の流れに沿って。スメールの学者ってどうだろうな。でもこんな地下に島なんて。まだ目的地にはつい。神戸を垂れろ。ヘミ、私は帰ってきた。はいはい、危ない。ユキバンドってやっぱり安定しないね。みんな落石に気をつけて。うわ、あの光。まずは先に進もう。足元に気をつけて、しっかり。はいはい、鍵が来たよ。静粛に。はいはい、不安定になって。かなり入り組んでるな。あちこち。みんな、あたりに何かない。いいだろう。ここって珍しいことじゃないや。これは。あれ？やっぱりちょっとおかしい。これ。普通のスピネルの。されてお前の。うん、だとすると帰ったら。お、はっ、あちこちに。このマグマは不安定みたいだからあんまりな。サーフボード貸そうか。ここから見ると、あそこの光。ガイドさん、先輩も何か。分かっ、遠くのあの金色の光が見えるか。あそこが神秘の島。本当か。僕はスメール教令員の。初めて神秘の島の伝説。金色の光に輝く島。特定の条件において流される前に固まったがゆえに膨大。僕の推測が正しければこの先にはマグマのエリアが広がっているはずだ。つまり、喜べ。この鉱石は本当か。じゃあ急がないと。
そろ戻らないと。それはどういう意味だ。地図のヒントはほとんど謎々みたいなものだけど、ここだけははっきり、今の話は理にかなってるけど、金色の光を放ってる場所は。冗談じゃない。ここまで来て。でも今までもムアラニの判断は正しかっただろう。財宝のためだとでも。おい、ま、研究成果を奪われた後、僕は新しいこの鉱石さえ持ち帰れば、僕の理論、僕にとってこの鉱石は必ず手に入れるべき結果なんだ。でないと、前に約束したことを守って。私、なぜだ。まさか僕を疑っているのか。先輩、ガイドさんはそんな人じゃ。結果は目の前なんだ。絶対な。あいつ奥に入ったぞ。なんでまた。早く止めて。まずい。気のせいか、なんか地面が揺れてるような。うわあ、この魔物たちどこから出てきたんだ。この魔物、マグマの動きがまた活発になってるみたいだね。ガイドさん、ミランドの先輩は。このままだとマグマに閉じ込められちゃう。私たちを早く片付けて向かいましょう。私は下げず。マグマがどんどん上がってきてるぞ。ミランドラ先輩。旅人パイマン、カーレさんをお願い。私のサーフボードはマグマの上でも短時間なら。いやいや、危なすぎるだろう。わかっ、出発いや。洞窟がますます不安定になってる。急がなきゃ。また落石。ちょっとだったのに。よく見て、このマグマを通り抜けることな。どうして諦めなかった。私は。君にはマグマの上で動く能力がある。頑張れば、あ、そうすれば君は結果を得られる。どうして諦めなかったか。マグマが来ちゃう。私がリスクを。君はついてきて。運がいいね。本当によかった。ありがとうございます。どういたしまして。いやだ、まだ立てる。勘弁してくれよ。ディランドラさん。おお、先輩は今まで出会った中で最も才能のある人です。研究の成果を盗まれて栄誉を手にできなくても、今回だってたとえ結果を出せなくて、あなたは憧れの先輩なんです。ですから考慮。やっと落ち着いてくれた。うわに、マグマが。慌てないで、ヌーおじさんに教えても。コホラ流、説明は後よ。みんな早く乗って。うん。
みんな無事揃ってる？ギリギリ脱出成功。え、本当？何の意味がある？ずっとそんな顔してたら。シズのヒントによると、まだ、え、じゃあ次はどこに行けばいいんだ？お、なんか出発地点に戻っ、あ、またここに戻ってきたけど、これって、はあ、肖像に本当だ。おめでとう、未来のガイド。君は私にとっても大きかった。この挑戦をクリアした。おかげで私もこの物語を君に伝えられる。君の知る部族の伝説では、私はナタで一番のガイドということになっているかもしれない。しかし当初、私はむしろトレジャーハンターだった。自身を証明する結果のため、何も恐れず励んでいた。私は幾度も人が恐怖を覚えるような目的地にたどり着き、世にも珍しい宝物を持ち帰ってきた。これ以上ないほどの名声も手にした。だが当時の私はそれでも満足できなかった。私は新たな目標を見つけた。誰も達成したことのない挑戦。伝説の神秘の島は私の実力を証明してくれるだろう。だが今までついてきてくれた友人の多くは私の無茶な考えに疲れ果てていた。私に向けられたのは賞賛ではなく勧告だった。もしかしたらこの旅は私一人で完遂するしかないのかもしれない。しかし幸い、みんなは再び私の無茶を許してくれた。今までと同じようにみんなはいろんなアイデアを出して私を助けてくれた。たとえ命に関わることでも私はみんなになら託せる。みんなはいつも私を信じてくれた。たとえ大きな勇気が必要なことでも、今までと同じようにみんなと共に私はあの結果を見つけた。金色の光は致命的な罠のようなものだった。稀有な鉱石が放つ光は周期的なマグマ噴出の兆しでもあったのだ。このまま命を懸けて進み続ければ己を証明できる結果を再び手にできるかもしれない。だがそれ以上に大切なものを失ってしまうかもしれない。心配いらない。私も結局君たちと同じ選択をしたんだ。今回名の知れた私ですら手ぶらで帰らざるを得なかったとみんな残念がった。だが無事生きているみんなを見て、私は初めて満足感を覚えた。ゴールの前に私はもう一番大切な宝物を見つけていたんだろう。だから私はようやく得た宝物を守る場所を見つけ、この長い旅に終止符を打った。私にとってはここが神秘の島だ。文字がまた消えたぞ。これが初代族長が後の人たちに伝えようとしたことだったんだね。つまり伝説の神秘の島は今の龍泉の州の集落なのか？あ、思い出した。部族の年長者から聞いたんだけど、私たちの部族って最初は小さな神秘の島の旅の出発地点は金色の光は周期的なマグマ噴出の形成原理から考えて、凝華鉱はマグマが活発になり始めた。つまり凝華鉱を手にするチャンスなど初めからなかったということだ。先輩、ディランドラさん、旅はまだ終わってないよ。いいだろう。そんなに落ち込まないでよ。私が今から。そうだった、ムアラニの先生に。はいはーい。
おかえり、ムアラニ。おじさん。それから私に質問。うん。あ、神秘の島にとっくにたどり選択を選択読み終えた頃、彫像の文字が消えてしまったことに気づいたかい？確かにそうだったな。彫像には特殊な塗料が塗られている。火山の粉塵、あの地下空間にいた者だけが粉塵を身にまとい、隠されたメッセージを読むことができる。これは初代族自身の武勇伝を語れば、最高の沈黙を選べば、神秘の島を私も一緒に行った仲間たちも。なるほど。でもこんなに大きな成果を他人に言えず、その上コーラウみたいな神秘の島にたどり着いたとあちこち自慢する彼が、実はそういえばコーラウは一人で神秘の島に行ったって言ってたよな。依頼人をムアラニに押し付けたのは、どうせ神秘の島には私たちはガイドであって冒険者やトレジャーハンターじゃない。でも私たちは危機を乗り越えるコツや、多くのガイドはそうしていくうちに初心を見失い、彼らは一切を顧みずマグマの向こうへと走る命知らずであった。それで初代族長は伝説と地図を残して後継者に挑戦してもらい、そして自分が悟ったことを教えようとした。私以外にも神秘の島の旅を終わらせた部族の者は数多くいた。皆私と同じように、だから自分を証明する。結果を諦め、私が諦めたのは結果だ。ムアラニの資質を考えれば、トップガイドのコーラウを死に選ぶこと、こんな優秀な子を生徒にできて、旅の時間を長めに定義すれば、うん、カーリア、新しい研究、先輩はいつも結論を出す前に論拠を探すんです。僕は今はまだお答えできません。カーリア、だって先輩はまだテーマを教えてくれていないでしょ。助手を募集するな。もちろんちゃんと準備するよ。まあ先輩が用意してく。カーリア、その論拠をもとに、もしかしたら僕が探していた。わかります。どうやらこっちの観光客、頑固者がやっとわかった。もう思い悩むことはない。カーリャの言う通り、素直じゃないのは相変わらず。ムアラニ、今度はお前たちの番だぞ。神秘の島にたどり着けた人はきっとみんな選択をするはず。そうでしょ。よし、もうお前に教えられることは何もない。このお守りをやろう。いつかお前の弟子に渡すといい。そろそろお別れの時間だ。いろいろと世話になったな。じゃあ約束だ。友達ずいぶん。ではもう戻ってきたのか。それで神秘の島は見つ、こいつ何しに来たんだ。神秘の能天気さはぬーからしっかりと学んだみたいだな。分かってた。そうだね。お前たち、なんでそんな目で俺を見るんだ。ブザヌー、俺はお前より優秀だということを証明した。より危険な場所に、神秘の島にもたどり着いたんだぞ。なぜ。コーラウ、たとえ神秘の島に行ったことがなかったとしても、何が認められていないのかは自分で答え。俺はこれで神秘の島の旅は無事に終わっ。うん。でも
写真を撮って、せっかく協力してガイドとして最高の栄誉を手に入れ、そうなのかな。一緒にいろいろ経験できたから結果はどうでもよくなったっていうか、うまくわかるよ。旅人それがこの前保留にしていい答えだね。うん、コホラ竜が三匹。次の旅は。